はい、こんばんは、文具王です。文、え、具、ー、王の深夜便、今日もガチャの話をしようかなと思ってます。はい。えー、今日の文具ガチャはこちら、えー。これなんですけれども、えー、パカッと。結構大きめのガチャのね、玉、ね、なんですけれども、こんなのが入っておりまして、えーと、これです。んーと、物はね、 ザ・ライン引き3っていうね全5種まあ5種って言っても色が違うだけなんですけど運動場を飛び出してやってきたっていうものですねまあライン引きってあの運動場に線を引くあの石灰の粉を入れといて線を引くやつですよねあれの形をしたえ修正テープですという感じですこれねこれでもライン引き3っていうことは 1>, 1と2があったってことなんですよね1と2と何が違うんだろうっていうのが気になりますけれどもそれなりに改良はされてきたのかでまあどういう風になるかってったらこれ組み立てとかは何も書いてないけどとりあえずこうだよねこうやってハンドルをつけてあげるとこんな感じですねまああの運動場に置いてあるこの形で立ってくれるのでこうやって置くと えー、机の上にこうね立てておくことができるというまあちょっと機能的な面も、まあ、なくはないというような感じですかねこんな感じですで、えー、使う時はここの蓋があるので蓋を外しますよいしょでこ,これでもこのスタンドみたいなやつは外れないんだな、まあ、ここの蓋を外して、えー、こうなので使い方 うんとこっちが上ですね。うん、で、あこうやるんだ。こうやって、はい、引きます。ジャーッと引くと、まあ、ライン引けるよね、という感じです。なんかこう、ちょっと引くのがあれですけども、こんなにして引けますよ、と。 いうことで、まあ何のことはない、ここに中に修正テープが入ってるだけなんですけれども、小型の修正テープが1個入って、これ、いくらのガチャだったかな ?300 円ぐらいかなえのガチャでしたということなんですけれども、うん。まああの、文房具をね、何かのモチーフでこう、なんですかね、パロディで使うっていうのもいろいろあるんですけれども、この、 こういう遊びって案外やっぱり文具屋さんに売ってるものではやりづらいんだよね。ここまでやっちゃうと実際やっぱ使う時のことを考えるとまあすごい、まあ、邪魔だったりするしね。っていうことを考えるとなかなかこういうのは作れないんだけども、まあ、ガチャガチャだから許されるところつてもあったりするよね。う なんか謎なのは、このガチャって書いてあって、ガチャって書いてあるのはいいんだけど、このなんか蓋とかにさ、カプセルえラインマーカーって書いてあって、デビルって言って、なんで悪魔の顔書いちゃったのかっていうのは謎だよね。こういうところはなんか気になるんだよね。なんか、このラインマーカーっていう風うに、運動場に線引くやつのパロディーだって言うんだったら、こういうところもね、 もうちょっとなんか、なんていうのかな、学校とかでありそうな感じのなんか会社名とか入れとけばいいのになんでここにデビルっていう顔を書いちゃったのかなっていうのはなんかね、ここら辺でなんか企画をしてる人といかデザインしてる人のなんか変な知識が出ちゃってるのが、ここはちょっとね、どうかなっていう感じですね。あともうこのキャップがね、こうなくなりそうな感じがしますけど。で ちょっと面白いなと思ったのはこのタイヤがグラグラなんですよ。このタイヤがグラグラなんだけどこのグラグラのタイヤはなんでグラグラかっていうと本当にここでタイヤで走れてしまうとこのヘッドが紙に当たらないんだよね。なのでまああえてここはこう地面に当たるとタイヤが浮いちゃうようにグラグラにしてあるんだね。うんっていうまあそんだけの話なんですけれども。 うん、まあ冗談グッズとしてはまあねあれなんでこうなんかあのこういうところにね大体あの学校とかだとなんかね城南小学校とか書いてあって2-3とかって書いてあったりするんだけどそういうのが書いてあるとよりねでこれなんかこのちょっとメタリックなカラーだったりするんだけどこういうのがなんかこう普通にあの水色とかがいいよねあのちょっとね あのまあ、ブリキーにブルーで塗ってあるだけみたいな感じのなんか色合いのやつとかがあってくれるともうちょっとなんかこうえパロディーとしては面白いなという気がするんですけどもどうですかね。なんかまあこれはこれでいいのかなという気ももちろんしますけれどもなんか私としてはうーんまあパロディーにするんだったらそういうところもパロディーにした方がちょっといいんじゃないのかななんて思ったりするのがちょっと残念です。ただ まあ実際使えるし、あと緩み止めもちゃんとこういうところにね、えー、ついているので、まあ、あの、このテープとしてはちゃんとしているっていうところがね、修正テープがちゃんとまあ、こうやって、まあ、おもちゃとはいえ、ちゃんと使えるように入ってるのは、まあ、いいなということで、えっ、ー、とね、なんか文具でちゃんと機能するガチャガチャって少ないんだよね。うまく機能するものって。まあまあ、定規とかね、 定規とかテンプレートとかなんかちょっとした短いボールペンが入ってたりとかするんだけどこれその中では珍しくすごいちゃんと使おうと思えば使えてしまうやつなんだよねということなんでこうなんかねまああのでまあこうガチャガチャに入れようと思った時にできるアイテムって本当に限られてるんだけどその中ではねちゃんと使えてしまう文房具ネタ消しゴムとかまあできるでしょうけどそういうのを除くと 本当に機能するメカモノとしてはですねかなり珍しいんですよ。なんで、まあ、これはまあまあガチャとしては、えー、ガチャとしてはっていうかなんかねガチャから出てくるものの中ではすごく珍しくちゃんとできるタイプなのにこの爪の甘さっていうところが気になりますね。であと、まあ、ちょっとあのもうこの深夜便は雑談なのでこの話なんですけども。 カプセルねこの間、あのー、カプセルそのものを部品として使うっていう話もしましたけれどもカプセルも、えー、昔はねこの下のカプセルと上のカプセルが別物だったんですねで片方があの透明で硬いやつスチロール樹脂とか作られるんですけど片方が、えー、ちょっと柔らかいポリプロピレンとかでできていてこの柔らかい方の柔軟性でギュッてはめてパチッとはめるっていうのが まあ主流だったわけですけど今でも多いんですけれどもあのなんで片方が透明で片方が半透明とか不透明っていうのが多いんですけれどもこれはね全部1個で PP ですねポリプロピレンでできてますという感じですこれはだからこの金型でできてきた時にもう成形された時点でもうこうこうつながってるんだよねこの状態で成形されているのでもうパーツがなくならない で、上と下がバラバラにならない、ゴミが出ないっていうところはいいとこですね。で、まあ、あの、僕の動画では何回か言ってますけれども、こういう、こう、なんか薄いところを作って、それでね、この蝶つい代わりに使うっていうのは、まあ、えー、ほぼほぼ100%、えー、ポリプロピレンっていう材料を使ってます。PP っていう材料を使うんですね。でこんな感じになってます。こういうのは、あの、ね、えー、いろいろあのドリンクのキャップとかでもこういうのあったりしますけど、 ね、あとお菓子のケースとかよく使われますけどもこれ全部ねポリプロピレンですと PP ヒンジって呼ばれますでこういうのができるのはねポリプロピレンだけなんだよねでこれをこういう金型で作っておいてここのねこの凸凹ココとかが実はすごいまあよくできていて今度あの,ー、この実はこの金型をこっちとこっちの金型をこうパカッと開くだけで この形を作りたいんだけどでもここにまあ、爪をねつけたいんですよねこのこっち側から入った爪が引っかかる部分っていうのがここにあってこう入れたらねカチッと止まるんですけどこの止まる部分をちゃんと作るためには引っかかるためにここ輪っかになってないとダメなんだよねここがほら輪っかになってないとダメでこっちのはさらにここのところでほらここで爪で返しがついてないとダメなんだよねでこういうのを こうちょうど2つ割りでここからパカッと開けただけで作ろうと思ったらどうするかっていうのが結構面白い問題でこの話だけちょっとしとこうかなえっとよいしょまああのこれねこうなっていてえっとこう,こういうものをまあこう,こうなっていてまあこうなってるんですけどえっとあここはまっすぐなんで、ね、で こういうふうになってるんだよね。こう金型で抜こうと思うとえ、当然だけども、えっと、ここのところで割るしかないんだよね。ここで割るしかないんだよね。こういうのを、なんかね、割り方を考えていくっていうのがすごく。で、こう中身はね、こっからね、こっち側の金型はこの中身までこう,こう通ってきてるんですよ。っていうふうになってます。で、こことこう穴が開いてたりするんで、穴が開いてたりすると、 こうなっていてこうなっていてでえここまでこう中の金型だったりするんだよね。おちょっともうなんかない深夜便なんで本当にあれですけどもこれ取りたいものがこの黒だったとしてえっと金型の形ってこうやってつこうなっていくんですよね。 あと反対側の金型が受け側の金型がこっち側にあってこっちの金型はこんな形にしますよとなってます。これだったら青と赤をまっすぐこっちとこっちに引っ張ってあげるときっちり抜けるんだよね。このきっちり抜ける形を考えるのが結構重要で特にこっち側のこういうとこねこういうところを作る時にどうするかっていうとうんと どうやって書けばいいのかなよいしょ。こうなっていて、まあこうこう、こうなってるんですけれども、ここまではこうなっていて、えっ、ー、と、こうだな。えっ、ー、と、ここにこういうのが、まあ、欲しいわけですよね。なんで、こっちから抜き、えっ、ー、と、抜けるようにこう作ってあげないといけないんだよね。なので、まあ、 こういういまあ金型がこういうこっち側はこういう形になっていてこうやって抜けるんだけれどもっていうでこっち側はこうなっていてでここまでこうかこうなっている型だよねこうなっているというような状態でここの赤と青で割ってあげればここの部分っていうのはちょうどこのね ここの部分だよねここの部分はこっち側から下側からこうベロみたいなのが差し込まれてるのがこっち側に抜けるんだよね。で上側はこのカバーみたいなのがスポッとこっちに抜けると綺麗にここだけ残るようになっていてここ,ここは残ってこちょうどねこれ断面図で見てるんであれですけどもこ,この真横からこんな風に見てると思ってください。そこ,こからここのループ状のパーツが残るんだよね。でそうやってあげると こっちのこういう形とこういう形をですねこうかみ合わせてあげるとカチッてやるとここでこパチッて止まるとでこう全体にこのこのちょっと柔軟性があるのでそれだけで止まるのでもう全くこうワンパーツで接着も何にも必要なくってはまりますよとこういうところも全部その組み合わせだけでやってるのでこの金型は本当にこう スポット上と下で割るだけでこの中身が出てくるっていう非常にあの安くできる方なんですね。これ複雑にしようと思うとまたいろんな技術があるわけですけどスライド金型とか言ってあの先に必要なねコアを抜いておいてこの金型がね複雑な形に動くやつもあるんですけどもそれやるとね金型代が高くなっちゃうんでこういうガチャガチャみたいな安いものは できるだけそういうのを使わないで抜きたいというのがあるんですよ。これ非常に安くできているパターンだし作業者も楽ですよね。これくっついてるからこう2つ部品を取るっていう作業がいらなくなるんですよ。なんで何色の作業もすごい楽でこの中身をね、あのー、こう中身が袋に入ってるやつをこうやってポンって入れてこうやって閉めたら終わり。新しい部品を取った時には必ずもう全部ペアになってるから。 右手でこれを持って左手でこっちに入れるものを持ってこうやって入れて締める終わりっていうこの非常に簡単なセットアップっていうかまあこのねセットができるのでこういうのはね本当に作業が楽なので非常にいいと思います。ただ、まあ 見た目の高級感みたいなのがちょっとないのと、あとは中が透明じゃないので、まあ、ちょっと見えづらいっていうのがあって、まあ、ここら辺はね、ガチャ外から見た時のワクワク感みたいなのもあるので、必ずしもそれが正解かって言ったら、まあ難しいんですけれども、そんな風になってます。で、あの、何回か言ってますけども、これね、これはあの、えー、まあ、持ち帰ってもう捨てるものなので、 えー、これは、これが商品ですよね。商品の容器に当たるんですね。容器とか包装に当たるので、容器包装リサイクル法のプラマークっていうのがついていて、これ見えるかな、読めるかな、ここにこうやって書いてますんで、ここに PP って書いてあるんで、ポリプロピレンだよっていうのがここ分かるようになってますよと。で、B3 って書いてあるのは、これは B3 っていうか、たぶんね、B の金型の3番目っていう意味なんですけれども、A の金型もあって、これ多分すっごい大量に作るんで、A とか B とか C とかっていう、 まあ金型があってその中で1個だけ取るんじゃなくておっきな金型にこれねあのたこ焼きの型みたいなのが多分あってこ,うこれがいっぱい並んでるんだよね。でその中の1番2番3番っていうのがあってこの3番だと思うんですけどもでそういうので、えー、と番号振ってますってこれなんで番号振ってるかっていうと万が一ここに不良品があった場合に B の3番の金型に問題があるっていうのが分かるのでそういうのはわかるようにしてありますよと。 いうことですね、まあ、そういうあれやこれやいろんな面白いことが詰まっています。あと、ここね、ここはあの、えっと、ここからね、樹脂を流し込むおへそなんですけれども、ここのところゲートっていうんですけども、ゲートっていうのが、よくプラモデルとかでもあの、ランナーから流れ込むのあると思うんですけれども、ここね、ちょっとへこんでるんだよね、ここのところが。ちょっとへこましてあります。なんでかっていうと、 何か作りたい形がありますっていうところに対してえーゲートっていうのをこう,こう作ってこっからこう樹脂を流し込んでこういうのをこうビャーて作ったとすると最後ここをうんとこうやってプチって切った時にどうしてもここにこうちょっと出べそができちゃうんだよねこう端っこのところにこうなっていてこうちょっと出ちゃうでしょ。 こうやって出てしまうとこう触った時に指引っかかったりとかして痛かったりするのでじゃあどうするかっていうとこうなっていてこういう時はちょっとへこましたところからゲートっていうのを作ってこっからまあこんな分厚いものを作ることはまずないんですけれどもまあこうやって中身を入れますよとするとここをプチってちぎったとしても ここら辺にちょっと出っ張りがあったとしてもこのね外から触るときにちょっと触れないようなちょっと内側になるんでちぎれたところが内側になるようにということで1段ちょっと下げとくんですよねこれううとかねなんでこれはねこうよくある処理なんですけれどもということでまあ1個でもねこうやって見ながらね作った人がどんなふうに設計したのかななんていうのを考えていくのが面白かったりするんですよっていうねお話ですまあ いろんな金型はね、なんか一回ゆっくりやりたいんですけど、こんな話がいっぱいあって面白いです。という話、なんで今日はこれがね、こんな話です。ここで、あのー、終わりでいいんですけれども、もう一個だけちょっと今日は、え文、ー、豪のコレクションの中からつまらないものの紹介をしたいなと思います。はい、こちら。えーとですね、これがね、怪獣バッチリシールっていうやつなんですけども、これがね、 もうこんなのねこう深夜便でしかね紹介する場所がないので、ちょっと紹介しておきますけれども、これどうなってるかというと、このね怪獣の顔がねねこれなんか、ね、すごい金のシールになんかちょっと怖い怪獣の顔がついてるんですけど、このシールが一番かっこいいんですけど <laughs>、この中にね怪獣のシールが入ってるんですよね。まあ大したことはない、すごいチャチなあのシールなんですけど、こういうこういういシールです。これ怪獣ですね。 どっかで見たことのあるようなないような怪獣の絵が描かれていますがでこれねこのね怪獣バッチリシールってこれ何についてたのかももう分かんないんだけど今度、ね、骨董屋とかでね他のなんかね雑貨に混じってね出てきたりするんだけどこれがね面白いです怪獣バッチリシールここはね,ここはねモンスターって書いてあるんですけどもこの、ね、鉛筆に入るとえ怪獣鉛筆になります <laughs> 怪獣鉛筆。で、怪獣消しゴム。筆入れに貼ると怪獣筆入れになる。下敷きに入ると怪獣下敷きになる。怪獣ベルト。怪獣帽子。ギャオー。いろんなものに貼っちゃおうって書いてあるんですけれども、ランドセルに貼ると怪獣ランドセルになります。ガオー。怪獣グローブにもなります。ノートに貼ると怪獣ノート。ウオーってなってね。ノート。怪獣帽子。怪獣バット。怪獣電気スタンドとかね。 なります何にでも貼って友達に差をつけようってうの何の差をつけるのか全く不明なんですけれどもこのなんか怪獣バッチリシールのまあバッチリ怪獣になっちゃうんでしょうけれどもこのなんかねあの大体こういうものの作例というかこういうふうにこれに貼ったらこうなるよっていうのは多少違いがあるもんじゃないですか,こうなんか貼るものによってなんかこうちょっと違いがあるものだったらですけどここまで 例を挙げて,て1234567891011個も例を挙げてるんだけど全部鉛筆に貼ると怪獣鉛筆筆入れに貼ると怪獣筆入れっていう何のひねりもない例をこんなに書いて怪獣ばっちりって言ってるこの全然ばっちりじゃない感じが好きかなとでまあこのシールのこの安っちい感じのね白のねあのコート紙にそのまま印刷されているですね ここのもののもなんですけどどよっぽどこのね袋に印刷されてるこの怖い顔の方が怪獣シールとしてはレベル高いっていう話でこの顔がねなかなか秀逸だなと思うんですよね。ということでもうなんかねこのレベル感でいくとこの顔だけがすごくよくできているバッチリシール全然バッチリじゃないんですけどもっていうねこんな話 <laughs> すいませんねあの こういうね、あの深夜便はこういう文具王の、えー、ただだらだら今思っていることを、えー、喋ってるのに付き合ってもらうっていうね、感じですけれども、まあこんなこんなです <laughs>。またちょっと変なものも紹介していきたいなと思いますということで、まあ、今回ね、あのこれね、かわいいので、まあ、これ、これの話を聞いてよかったなと思っていただければと思います。まあ、ガチャガチャいろいろあるんでね、 あのなんですけれどもたまには実用的なというか実際に使えるものもあったりして僕はこういうのはねここはなんかやっぱり出来が良くていいですよね惜しいのはここにデビル書いちゃったことだなこんなデビルとか書いてあるわけないじゃんってちょっと思うのがもったいないね宝子トミアーツはいということで、えー、まあ、そんなお話でした l i n e b i 3ということで <laughs> 今日は <laughs> えー、これだけです以上です皆さんおやすみなさい